沖縄はいろんなものを混ぜて、それを沖縄らしくデザイン化していくだったり、文化として変えていくのが沖縄のチャンプルー文化っていうんですけど、それを紅型でもそういうことがあって、紅型の場合は中国と日本の影響、まあ、いわゆる和柄ですね、中国と和の影響を受けて発展してきてます。いずれはこの白間の自分らしい紅型にこうチャンプルーしていけたら、面白い価値観として、また新しい価値として受け入れてもらえるかなっていうふうに思ってます。沖縄の場合はやっぱり戦争があって、その中でも紅型っていうのがもともと王様の衣類、まあ贅沢品なんですが、それを戦争っていう非常に貧しい目にあった時代でも、これが沖縄のアイデンティティだっていうことで残してくれた先輩方がいるので、うちの祖父は具体的にそれをクリスマスカードっていうのを染めて米兵に売るんですけど、そういうスタンスがですね、自分は沖縄の人のいいところだなと思うんですよ。だから決してその無関心ではなくて、ソフトに自己主張するっていうその辺がですね、自分も思考を切り盛りする上でも非常に大事にしているところです。これが100年以上前にこれだけの仕事したっていうのがすごい鳥肌ものというか、一番はもう色味です、間違いなく。この力強さというか、ガサというか、これもう現物もそうでしたけど、ちょっと怖さも感じるぐらい、すごい訴えてくるものがありましてですね、この辺はちょっと勉強になります。昔の資料を見て、まあ、別の機関で化学分析をして大体の特定をして、でその絵の具を今現在白までは使わなくなったものも入ってるんですけど、それを実験的にこう塗って、実際自分たちが納得するような色味になるのかっていうのをちょっと試しているところです。まあ、琉球王国時代のいろんなさまざまな手技がありました。現在にその技も含めて復元をする、模造復元をするっていうのが大きな事業の狙いです。去年ですかね、メトロポリタン美術館が白間家の紅型をコレクションとしてお持ちになったと。ジョージ・ワシントン大学で、のテキスタルミュージアムっていうところでですね、紅型展っていうのをやりました。ワシントンの方々にですね、ワークショップを通して紅型の魅力を伝える、そういうミッションもこなしていますので、まあ、今ステージは世界なのかなと思っております。こちらの方が賞を取られた作品、栄一さんの場合はちょっとこういうふうな尖った形ですけども、新しい感覚をまた入れてきてるんだなというふうに感じられますね。どうしてもやっぱり紅型を守っていく ESG なんで、もう一度紅型って何だろうって考えて新たなステージに行くのかなということを期待はしておるんですけども。こっちはもう大好きな場所なんでワクワクが止まらないですね作品はもうほぼ 100% 海の世界なんですけど、小さい頃にうちの親父に連れてきてもらって、これがすごく楽しみでしょうがなくてですね、宇宙みたいな世界なんですよ。潮が引いて見たことのない色のカニとかで、タコとかですね、いろんなのがもう海の中に生きてて、それを発見するだけでもすっごい楽しくてですね、もう小さい頃の、まあ、原風景でもあるんですけど、それが今の自分、現在の自分にもつながってるし、本当になくてはならない場所ですね、自分にとっては。大げさな意味じゃなくて、とっても自分は一生かけてやってみたいっていう夢があって、それは白間を文化の拠点にしたいんですね。この中でこの個人個人がこの個性を発揮できる環境を作って、
同じ場所で同じものづくりをすることで、どんどんそれが豊かになっていくというか、自分の人生の時間を使って、あの場所を文化の拠点にしたいなというふうに思ってます。